それでは、ビートが同じなので先行がモンテ、後攻がチャール、このまま行きます。 DJ はヨークからスピンダッシュ。3回連続じゃんけんで負けて先行で勝ち込んでいくだけだが、じゃんけんの方は勝率悪いが、バトルなら今日の俺はめちゃ強えんだ。わかるか、千春のアイデンティティっていうのは若さだけ。それじゃ全国の舞台じゃ歯が立たねえから、今回は俺に任しとけよ。いや、若さだけで UMBA ベスト8までは残りやしねえぜ。お前違う、イフムシか、俺ラッパーだから自由主義者。わかる、こいつはライブ踏むことだけに専念しているぜ。創業ギャッカー UMB となるか、本戦行っても負けるだけだろ。いや若さだけじゃねえこともわかるが、そのスキルで落とし紙してたらここまで上には上がってこれてね。そこはそれが俺の本音。お前がなんだっけ自由主義者、マイクで変えてきた向き不向きは、ああだから俺は職業で大手かけていくのさ、東京の本戦。俺は向き不向きだから、スキルフルで振り向かしていく客間違いないぜ。なら見せる今までの集大成、お前を超える最強中学生。わかる、そういうとこ、ヒップホップ年齢は関係ねえだろ。それを証明するために今日優勝しに来たっていうこと。それ待てい、それでは教えてください。先攻のモンテ、後攻千春。まずは千春に1ポイントです。それでは陪審いきましょう。レッツジャッジ。プシッ、赤赤赤赤赤、勝者後攻千春。